町田にね、ゆかりがあって。で、今回3枚目のシングル、絆道。こちらの曲は、親子の絆をテーマにした曲になっております。母から声向けたメッセージがぎっしりと詰められている歌なんですけれども、また、この歌に関してもエピソードをいろいろお話ししたいと思うんですが、絆道は作曲岡千秋先生、そして作詞は鈴木清先生という、ビクターの私の、同じレコード会社の下野映画歌手の大先輩、長山洋子さんの作詞をよく手掛けて、いらっしゃる、女性の作家の方が、作詞を手掛けてくださいました。またゆっくりとお話をしていきたいと思うんですが、続きましての曲はですね、この、絆道の作曲を手掛けていただきました岡千秋先生の代表曲3曲、皆様にお届けしたいと思います。まずはこちらの曲から。